にちは。こんにちは。こんにちは。今日はうまい棒の味当てをします。ますイエーイ。今回もうまい棒の味当てだよね。そう、今回は種類が多いです。16種類だよね。そうそうそう、駄菓子屋さんにあるうまい棒を全種類1本ずつ買ってきました。こういうのが、こういうのがあったから買ってみました。あ、こうやってスライスするんだね。うん、あ、そうだ、かのちゃんね、うまい棒はね、シュガーラスクが好き。あ、シュガーラスクとかあったね。なんか音がするよ。ちょっと開けて、してちゃった。ここに、あー、そう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 、はめて、ここにポッて入れて、シュッシュッって。これが買ってきたうまい棒でございます。それでは、二人とも、はい、じゃあ負けないからな。それでは出してみよう。はい、もうなんかいっぱいありそうだよ。まずね、一番最初はね、うまい棒と言ったらこれでしょ。あ、それじゃあやりましょう。はい、どうぞ。なんかこう、コンポタージュの匂いするよ。ほんと？買った。パパがしようか、パパがしようか。いや、いい。おー、おーりゃ。それでは、はい。お、細っ。はい、それでは、どうぞ。はい、はい、コンポタージュ。じゃあ、かなちゃんもどんどん行きましょう。はい、次、これなんだろう。これね、パパたちね、多分食べたことない。匂ってみて。おお、これ取っちゃったら。そうだね、いただきます。うん、あ、わかった。わかった人手を挙げて。それじゃあ、あきらさんどうぞ。え、焼きそばと思う。パパさんはカレーです。正解はチキンカレーでーす。はい、すごい。これ少しピリッとして美味しいよね。うん、美味しい。だからカレーいねんだよ。はい、次行きましょう。これね、ちょっとね、パパね、ビーフカレーとちょっとね、悩んだんだけど、これは絶対食べたことないね。これ絶対当てきれないよ。おお、もう色は変わんないね。うん、コーンポタージュと。これ楽しいよね、それサクッてするのは。何、もうアキちゃん全然当たってないんですけど、大丈夫ですか。すごい。大丈夫ですか。それでは、いただきます。なにこれ、ステーキっぽいな。なにこれ、美味しい。美味しいね。うん、美味しい、これだよ。せーの、ステーキ焼肉のタレで。いや、焼肉のタレだよ、これ。いや、違います。じゃあ、タレの焼肉、焼肉のレーター。なんかさ、アキの方が近い。ビーフシチュー。あ、わかった。どうぞ。ハンバーグ。おーおー、はいはいはい。グーハンバーグ。うわー。なんとかタン。牛タン。おー、正解。牛タンだからちょっとステーキ近かったよね。まあ、アキちゃんのポイントでいいっすよ。はい、それでは、負けないぞ。はい、はい、負けないぞ。じゃじゃいっちゃおー。次は粉味。味とイメージが全く違うんだよ。ドンブルドアだよ。アルマスパーチブルウルフリックブライアンダンブルドア。いい名前だな。いや、おお、きたきたきた。食べたことのある味ですね。いただきます。いただきます。はい、はいはいはい。ちょっと待ってくださいね、アキラさん、パパさんが。うん、なんとか。はい、じゃあ行きましょう。はい、それでは、せーの、チーズ。あ、食べたことあるって、絶対。はい、チーズだよ。あ、違う違う、チーズじゃない。野菜。おお、正解、野菜サラダです。お、これ美味しそうだな。はい、次はこの味。うわ、何この色。うん、あー、今までと全然違う。あー、美味しそう、早く食べたい。ちゃんと司会してくださいね。はい、これ目つぶると本当わかんないよね。いただきます。うん、シュガーラスク。甘いよね、これ。甘いじゃないね、スイーツじゃないんだよ、多分。あれかな。はい、じゃあ、アキラさんどうぞ。はい、ハンバーグ。ガトーショコラ。そうじゃない、アキラさん、たこ焼き。焼くもの、焼いて食べる。焼き鳥。お、次はこの味。なんか、イメージとしてはね、アキが食べれるかなって感じだけど。うわー、へー、色が、本当にこれ食べたことないよ、かなちゃん。うぃーや、へー、初めて食べた。あ、美味しい。これ好きかも。はい、せーの、キムチ。焼きそば。たこ焼き。チゲ鍋。韓国。唐辛子。からし明太子。はい、次は粉味。粉味ね、意外とね、美味しかったんだ。美味しいか。甲高さだ。
よいしょ。もう匂いでね、今のは分かりましたね。どうぞ。チーズ。あー、やっぱり美味しい。美味しいね、チーズね。次は、この味。これ美味しそうだね。ほい。おお。いただきます。わかんない。わかった。焼きそば。たこ焼き。なんだっけ、こうやって、こうやって。お好み焼き。そう。照り焼きチキン。照り焼き。ハンバーグ。ハンバーガー。正解。わかんないこれ。これ次はこれ。これは美味しそうだ。パパやって。うん、はい。これはちょっと分かりづらいかもしれない。味じゃ分かんないよこれ。直感直感。ポテト。たこ焼き。クリームシチュー。もんじゃ焼き。じゃがりこ味。なんかイタリアンな感じの。ナポリタン。そんな感じ、そんな感じ。あ、パスタとよくセットで何かがついてるじゃん。丸いパン。サラミ。パンになんか乗ってるやつ。パス。あ、ザーピー。あー。これピーザ。これピザじゃないよ。ねえ、想像力を働かせないと当たんないねこれ。それじゃあちょっと、うん、次はこの味。これ少し分かりづらいかもしれない。ほい。どうぞ。たこ焼き。あ、もう飽きちゃうわ。たこ焼きしか頭にないじゃん。たこ焼きともんじゃ焼きしか言ってないんだもん。お好み焼き。ヒント。うんうん、マヨネーズ。よくさ、うんうん、マヨって言ったりするじゃん。ツナマヨ。テリマヨ。タコ。マヨ、マヨ、マヨ。川崎マヨ。何マヨ、何マヨ。ツナマヨしか頭に浮かばない。海に住んでる。背中が曲がってる。あ、エビマヨ。おー、あー、全然わかんない。次でこれね、食べてみたいって思ってたんだ。次はこの味。本当にわかんない。なんか同じ味って感じ。そうそうそう、全部同じ味に感じるんだよ。おー、これ匂いでわかっちゃう。どうぞ。いただきます。納豆。早っ。しかも正解。すげえ。あ、辛い。なんか辛いこれ。辛いね。辛い、なんでこんな辛いの。次は、はい、この味。納豆にマヨネーズをかけるとめっちゃ美味しいです。へー。うん、はい、いただきます。いただきます。なんかこれすごい特徴あるぞ。トリって感じ。スモークチー。ヒントは神田さん。見た目がソーセージなんで。わかった。わかんない。アメリカンドッグ、フランクフルト、ハム、ベーコン。正解はサラミ味。お待ちかね、この味です。お待ちかねって書いて。ボロボロになっちゃった。うん、あ、わかっちゃった。スナック、スナック。せーの。キャラメルポップコーン。キャラメル。シナモン。キャラメルだって。マシュマロ。シュガーラスク。あ、次はこの味。いや、シュガーラスクやっぱり美味しいね。シュガーラスク美味しかった。え、これは秋がいっぱい答えて間違えてたやつ。じゃあ、あのどっちかですね。なんだ。せーの。お好み焼き。あきらさん、イエーイ。区別つかないって。次はこの味。これね、かんなちゃん食べたことあるんだ。うん、なんとなく。どうぞ。お好み焼き。え、違うの。うん、ソース味。たこ焼きにかけるソース。お好みソース。うん、ソース。正解はとんかつソースです。わからない。俺、わかる人いるのこれ。次は最後のこれ、うん、なぜか最後にわかりやすいのを取ってたんだよね。で、うまい棒ってこんな種類あるんだね。あ、これ大丈夫かな。いただきます。チョコ。はぁ、早っ。あ、美味しい。美味しい。全部終わりました。取ってください。あ、眩しい。こんなありさまです。カメラにもめちゃめちゃついてるじゃん。今回のこのうまい棒の味あて、あきらさんはどうでしたか。いろんな味があって楽しかった。パパさんはどうでしたか。ソース味はね、もう区別がつきません。いろいろ味が16種類あるけど、目隠ししたらね、ほとんどが一緒の味でした。そうだね。すごく難しかったです。今日はうまい棒の味あてをしました。したました。もう第2弾ですね。はい、第1弾も、やってるので、そちらもよかったら見てください。楽しいので、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた。バイバーイ。
楽しかった。すごい散らかってるね。ママから怒られるんじゃん。納豆が辛いのはなんで？本当